どうも、陶芸家の沖亮太です。今回は三角ボールの削り方、パパッといっちゃうよ。前のボールでもね、やったようにシッターは使わないで、あとは水つけて祈るだけ。チェック、ワンツー、ヘイ、倒す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 、はい、おしまい。じゃあいきますね、刺さっていきますね。はい、まず真ん中削る、置くで、皮を剥く。これ前回やりましたね、皮を剥く。最後もうこう力力抜くで、次は、あ、次これじゃないの、次こっちのカンナ、この長いカンナで、なんか普通に制作してるスピードでちょっとやってみますね。普通やってる時ってこれくらいのやつでスピードでやってます。で、中削る。で、ちゃんと指を押さえる。で、次中削る。ワンツー。で、しっかり押さえてね、これ中。ちょっと今までね、喋んなきゃいけないかな。いろいろやってたけど、実際作るときは多分これくらいの。もうちょっと早めにやってください。で、サイン書く。はい、おはようございます。はい、三角ボールでした。本日もありがとうございました。ちょっと今日は早めに終わります。ありがとうございます。おはようございます。タオツータオツー。何分？全然動画としてよろしくないね。本当ね、これくらいのスピードやんないと陶芸家食えないから。